こんにちは、パラフです。今日の動画ではこちら、以前紹介しているシュリンクスから新しいお財布が出ました。こちらをですね、今回貸し出していただきましたので、ご紹介したいなと思っております。前回紹介しているこちらの動画がですね、非常に反響が大きく10万回を達成しております。皆さん本当に見ていただいてありがとうございます。そんなシュリンクスさんから新しく発売されたこちらのですね、独特な模様と色合いが特徴的なマッシュルームレザーを採用した新しいお財布、こちらをですね、開封していく様子とともにお届けしたいなと思います。前回紹介した一重フォールドレスと同じパッケージとなっております。相変わらずちっちゃくて高級感がありますね。スライドして開けるタイプとなっています。中を開けるとこちらがマッシュルームレザーを利用したお財布本体となります。ものすごい不思議な色合いとテクスチャーなんですけれども、これがですね、なんか癖になるというか、ちょっとね、新しい感覚だなと思います。表面はですね、見てわかる通りちょっとね、独特な質感となっています。まずそもそも色味もそうなんですけれども、なんて言うんでしょうね、肉眼で見ると肌色とはまたちょっと違った色でして、どっちかっていうと黄色に近いような色となっています。白ではなくてクリーム色のような黄色っぽいような色となっております。そしてマッシュルームレザーを使用しているので、この辺の表面の質感っていうのが結構独特です。この辺のなんかね、こういう独特な模様が入ってくるんですけれども、これはですね、製造する過程で発生するキノコの模様となっています。なので、まあ、本革と同じで、様々な質感っていうのがですね、個体差が発生するっていうことですね。まあ、ただ、割とですね、目立つような形で模様がついてしまいますので、正直ですね、だいぶ好き嫌いが分かれるポイントかなと思います。そして、マッシュルームレザーはですね、さすがに普通のレザーと違って、独特なですね、香りがあるわけではなさそうです。このお財布の内側は、牛革を使用しているので、このレザーの香りっていうのは、なんか感じるんですけれども、外側のマッシュルームレザーの方は特にですね、香りを感じることはなさそうです。そして内側はですね、こんな感じの焦げ茶色のカラーのレザーとなっています。なのでハイブリッドタイプなんですよね。外側がマッシュルームレザーで、内側は牛革となっております。このバイカラーのカラーリング結構可愛いなと思いました。そしてコインポケットは、これはですね、シュリンクスのお財布、相変わらず素敵な構造となっていまして、この浅めのポケットとなっております。まあ、この辺の紹介はですね、前回のフォールドレスを見ていただければと思うんですけれども、浅めのコインポケット、非常に最初は扱いにくいと思う方もね、多いと思うんですが、意外と慣れるとめちゃくちゃ使いやすいです。なので僕はですね、結構この浅いポケットを非常に気に入っております。そしてカードポケットは、だいたいですね、5、6枚のカードが入るような厚みとなっています。以前紹介しているフォールドレスはですね、かなり薄型タイプでしたので、3枚ぐらいしかカード入らなかったんですけれども、こっちの方はですね、もうちょっと枚数が多く入るタイプとなっています。そして使用していくとですね、やっぱりこのレザーが広がっていきますので、馴染んでいきます。なのでそうなってくると、カードがですね、まあ通常5、6枚しか入らないところが10枚とかね、7枚とか8枚とか、まあ入るようになってくるんじゃないかなと思います。そしてここの構造も特に変わりはなくですね、お札を挟み込むエリアとなっています。なので使い勝手は全く変わらずで、単純にこの質感とレザーの種類が変わったという感じですね。マッシュルームレザー、僕はですね、初めて製品を手に取っているんですけれども、なんていうかね、こう本革のようなサラサラ具合なんですよね。なのでこれがまさかキノコから出来上がっているものとは思わないですよね。きめ細やかな質感となっております。ただこのところどころにクレーターのようなですね、ボツボツとした形が刻まれているのも特徴ですね。この辺はですね、個体差が出てくるので、まあ買ってみてのお楽しみっていう感じですかね。色合いは非常に可愛くて気に入りました。使っていくとエイジングでこの辺がどうなるのかっていうのはちょっとね、わからないんですけれども、もしかしたら濃くなっていくのかなと思いますが、なんとなくヌメ革のお財布かなみたいな見え方になるのもなんか可愛いポイントかなと思いました。この辺の独特で新しい質感と色っていうのを好まれる方は、ぜひですね、こちらのマッシュルームレザーバージョンをですね、試してみてはいかがでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。
こちらのシュリンクスの新しい一重フォールド、めちゃくちゃ個性的で他のブランドではなかなかないですね。色合いと質感でかなり面白いお財布に仕上がってるなと思いました。おしゃれ度は当然ながら、このですねシュリンクスっていうのはやっぱりですね、この構造っていうのが非常に新しいんですよね。独特なこのフラップ構造というところも当然新しいですし、浅めのコインポケット、そしてカードは横から出し入れするっていうやり方、そしてそれによって実現するこの薄さ、これらがやっぱりシュリンクスの良さかなと思っております。実際にですね、まあ僕さまざまなお財布触ってきましたけれども、ここまで設計されたデザインというのは非常に珍しくて、それでいてなおかつレザーの質が高いっていうのも嬉しいポイントですよね。シュリンクスの代表の方がですね建築家でもいらっしゃるので、まあその建築家ならではの構造に仕上がっていて非常に個性的だなと感じました。ぜひですね前回紹介している動画もご覧いただいて、シュリンクスのホームページ見てみてください。非常に素晴らしいレザー製品が多数ですね揃っておりますので、ぜひですねこちらもご検討いただければと思います。こちらの商品気になった方は下記の概要欄をチェックしてみてください。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひですねパラフのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。パラフでした。バイバーイ。